はい、じゃあそれでは始めていきたいと思います。植物管理人の熊崎こと熊ちゃんです。植物園にいるんですけど、熊がついていますので、多分覚えやすいかなと思うので、私の名前も覚えてもらえたら嬉しいかなと思います。では早速、植物園のボタニカルトークを始めていきたいと思います。今日のお話なんですけど、アガベのお話はサブタイトルとして、比べてみようということを書いてあります。多分多くの方が、アガベという植物をピンと来ない方が多いと思いますので、まずは私から一つクイズを出していきたいと思います。このアガベと密接に関わる中で、どうしてもこう知っていてほしいもの、アロエという植物、皆さんご存知ですかね。多分知っている方もそうですけど、知らない方もいるので、ここから私から今、植物を4つこれ並べさせていただきました。では、この中からアロエを2つ探してほしいんですけど、皆さんお分かりになるでしょうか。さあ、探してみてください。どれかな？どれかな？アロエはどれでしょうか。簡単だっていう人も多分いると思います。中にはどうかな、どうかなと思う人もいると思うんで、では時間もやってくるので正解の発表をしていこうかなと思います。アロエを少し分けていきます。答えとしましては、アロエはこれとこれの2つになります。で、もう2つが今日の主役となるアガベという植物になっていきます。こう見比べてみるとなんとなく似ているよねって思うと思います。また私の背面の方をずっと見てもらえると、これ全部アガベが植わってます。中に大きいサボテンも入ってますけれど、サボテン以外は全部アガベになっていますので、今日はアガベを中心としたお話にやっていくと思いますので、最後までお付き合いのほどお願いします。それでは行ってきます。比べてみよう、アロエとアガベです。ではまずアロエとアガベの生息地を比べてみようかなと思います。まずアロエの方ですけど、どこに住んでいますかというと、南アフリカを中心に住んでいます。ではアガベの方はどこに住んでいるんですか、比べてみますと、アガベの方はメキシコ、中南米大陸を中心に住んでいます。大陸を比べていても全く違うところに住んでいることがわかると思います。ではそんなアロエとね、また比べていきたいと思います。ではアロエと人の関わりについて比べていきたいと思います。アロエです。基本的に観賞用、葉っぱ見ることもいいと思います。また治す、医者いらずなんてこともあるので、やけどなんかをするとそこに貼ったりとかって活用されることもあると思います。あと最近ですとヨーグルトに入って食べるなんてこともやっているので、意外とアロエは皆様にとってもすごく身近な植物かなと思います。ではアガベについて比べていきたいと思います。アガベと人の関わりです。同じく観賞用、葉っぱを見るってことはアガベと全くアロエと変わらないんですけど、このアガベについては食べるという分野では少し難しいかなと思います。食用として酒って書いてあるんですけど、皆さんよく知ってますかね、お酒好きな方、テキーラ。テキーラの原料がなんとこのアガベからできてます。後ろにいる植物がテキーラ、強いお酒の原料になってます。また使うということで、ロープに加工をすることをしてます。で、どんな風になってるかというと、アガベの葉っぱの中がなんとこんな繊維質になっています。なので、アロエとは全然違って、多分これを食べようと思う人は多分いません。ただこんな繊維質なので、現地の方ではこうしてロープに加工をして販売をして使われていることがあります。またさっきは葉っぱがこんな繊維質になっていると、じゃあどこを食べれるの、どこがお酒になるのって思う方がいると思います。アガベの場合どこを使うかというと、この葉っぱをすべて削ぎ落とすと、真ん中に中心にパイナップル状の芯が残ります。まずそれを蒸すことや湯がうことによって、このアガベシロップという甘いシロップができます。多分ちょっとね、知ってる方はもう舐めたこともあると思いますけど、ちょっと風味が独特っていうのがあります。で、このシロップをまたさらに加工していくとテキーラの方になっていくっていう風になってきますので、知っている方、今日は少しね覚えていただけると嬉しいかなと思います。ではまだまだ比べることがあります。まずは今度花について比べていこうかなと思います。アロエの花につい
クなんですけど、アロエは基本的には定期的に花を伸ばして咲きます。なので皆さんが知っているお花と一緒で、時期が来れば咲いて、なくなって、また時期で咲いて、そんなことを繰り返していくのがアロエの花になります。じゃあアガベの花はどうなるのかなっていうところです。驚くことなんですけど、まず花が来るまでに30年から50年かかります。なのでなかなか見ることはできないと思います。さらに花が咲くのは1回きりです。アロエのように何度も咲くことはないです。一度きりしか咲くことはありません。また花が咲き終わると枯れてしまうよというのもアガベの特徴的になっています。ではそんなアガベなんですけど、ここからアガベクイズを出していきたいと思います。花が咲き終わった後、アガベはある方法で種まき、種子散布を行います。その方法とは次のうちどれでしょうか。1番鳥に運ばせる、2番種を飛ばす、3番倒れる。さあこの1番2番3番どれだと思いますか。子供たちに聞くといろいろと答えを出ます。一番多かったのは鳥に運ばせるよ、なんとなく想像がつきますよね。中には垂れ飛ばすんじゃないのって思います。で3番選ばれる方ほとんどいません。さあ正解はどれなんでしょうかというところなので、実際にその姿をこの部屋で再現しているところがありますので、ちょっと見ていただきましょうかね。ちょっと目線を見ていきます。正解としてはこうなります。なので答えとしては3番倒れるが答えになります。アガベは最後倒れることによって遠くの方へ種を飛ばします。でなぜ遠くの方に飛ばすかというと、アガベたちが住んでいるところはとっても厳しい環境にいます。そして花が咲くまでに30年から50年かかるよ、生きるだけでも苦しい中で一生懸命蓄えたエネルギーを一気に爆発させるために、自分の背丈の3倍から8倍の大きさへと花芽を伸ばしていき、そこで花を咲かせて最後倒れることによって移動する。これを約半世紀に一度ずつ行って、彼らは点々と動きながら一家全滅を免れて、今なおこの姿を我々に見せてくれているよっていうのになってますので、一生に一回しか咲かない植物がいるんだってことも今日のこのきっかけで知ってもらえたらなと思います。それでは続きをいきたいかなと思います。ではではまたこの比べてみようには、こう2つ目のお話があるので、もうしばらくお付き合いのことをお願いします。じゃあ今度何を比べるのかってところなんですけど、ちょっと突拍子もないクイズを出します。さあクイズ、カニはどっちだっていうところです。タラバガニ、ズワイガニ、どちらも美味しいカニなんですけど、カニはどっちでしょうか。これね、皆さんに聞くとどっちなんやろうなと思うところありますけど、どっちかはカニなんです、どっちかはカニじゃないんですっていうところになってます。さあどちらがカニでしょうか。どちらもカニとついていますけど、本当のカニはズワイガニになります。この見比べ方、何を見比べると、手の折れ方とかを見てください。横に入れてるの縦に折れている、これによって変わってきます。こっちはカニ、こっちはヤドカリというので、ただしどっちも食べたら美味しいよみたいなことなんですけど、なんでこんな話をするかというと、次に答えております。ちょっと難しい言葉になるんですけど、このアロエとアガベを比べる中で必ず出てくる言葉として、少し難しい言葉なんですけど、修練進化という答えがあります。この修練なので先の方へこう細くなっていくよみたいな、そんなイメージをしていただけると思います。で修練進化を語る前で、動物園の中にも修練進化の一例があります。我が東山動物園の方にはホンドタヌキとアライグマ、どちらもいますんですけど、これも修練進化の一つになります。で姿を見てみると、まあこれ絵で見るとすごくわかるんですけど、多分自然界で見てちょっと泥だらけになってたら誰もわからないと思います。ただ唯一決定的に違うところ一箇所わかります。どこかというと、尻尾見てくださいね。顔はわかんないですけど、尻尾のしましまがあったらアライグマ、なかったらタヌキかなと思います。でもそんなタヌキとアライグマも住みかを比べてみると全然違うところに住んでいるんです。タヌキどこに住んでいますか。東アジアに住んでいます。カーとしては犬か。アライグマどこに住んでいますか。北アメリカでアライグマか。カーが全然違うんですけど、長い進化をこうやって見ると全く別のところに住んでいるにもかかわらず同じような容姿になってますよ。そんな
なことを修練進化と言っていきますので、それを今度はあの、アガベにちょっとフォーカスを当てておしゃべりしていきたいなと思っていきます。またちょっと振り返りなんですけど、アロエとアガベ、住んでいるとこをもう一度確認します。南アフリカ、中南米、全然違うとこに住んでいます。でも姿形が似てきている、これは何らかの理由があります。で、いろんなことを私も考えた中で、いろいろ調べた中で、まあ、自分の中で言うのは2つかなと思ってます。まず何かというと、育つ環境は同じというところで、育つっていうところで自分がちょっと思い浮かんだのは、まあ、水をもらう量かなと思っていただけるといいです。どちらも極端に水をもらうことが少ない地域にいますよってことがまず1つ目。そして2つ目なんですけど、乾燥地帯の適用ということで、どちらも乾燥地帯にいる、水が極度に少なくもらうこと、水がもらえないということを繰り返していくと、容姿が似てくるのかなということが言えます。なので修練進化って言葉、多分あの皆さん辞書とかで調べてもらえると難しい言葉がブワーッと出てきて、僕なんか1分2分で寝れるぐらい難しいところになっているので、まあ、私なりにとっても短く簡単にまとめたことを言わせていただきます。修練進化のまとめとして、環境や生活が似ている場合、種や系統は全く違うが似たような姿に進化しやすいよっていうことかなと思います。多分言葉足らずでもっともっと違うよってこともあるかもしれませんけど、まず今日としてはこの修練進化っていう言葉を知ってもらえたらなと思いますので、そこから皆さんどうぞ深く潜っていってください。もう深く深く沼のように深いところありますけど、私はそこまで説明しきれないので、今日はこういった簡単な言葉でまとめさせてもらいますけど、できればこういったことが世の中にはいろいろありふれてるよってことを今日のことで知ってもらえたらなと思います。でも最後にこの進化という言葉をお出ししますけど、なぜ進化をするのかというところにフォーカスを当てると、これ植物全般に言うんですけど、生きるためなんです。全てはその地で生き残るためにこうして進化をしたよという姿になっているので、もしかするともう僕らが生きている段階でこの進化を見届けることはできないかもしれませんけど、こうした姿、日々日々植物たちも進化をしていると思いますので、そんな中の1ページを僕らも刻んでいる、持っていただければいいかなと思います。大変短い時間ではありましたけど、ボタニカルトーク、これにて終わりたいと思います。引き続き東山動植物園お楽しみください。ありがとうございました。